ファミツアップのみーこでーす。今回もスペシャルゲストをお呼びしております。乱れたちぺんさんです。ありがとうございます。お願いします。まあ、今回もつむつむの攻略をしていくんですが、はい、今回はマレフィセントを教えていただこうと思っております。それではちょっと早速準備の方よろしくお願いします。わかりました。やっぱ音楽大事なんで、音はもう命です。で、携帯をお持ち、よいしょ。お、ちょっとあの自分のスタイルでやらせてもらいますね。アグラスタイルですね。そうですね、アグラを書いて、やっぱあの一連の流れがあるので、おお、自分の肩を持っておくのも必要かと思います。おおおお、まあ、前回前々回もあったんですけど、はい、画面には魔法のクリームが塗られている状態なんですよね。もちろん、まあ、防犯のクリームです、はい、じゃあそれでは、はい、アイテム好きなだけ使っていいので、で、まあ、あのとりあえず、練習というか、はい、まあ、説明しながらなんで、ね、点数出しに行く時と同じ環境なんで、ほうほう、またこの2つを使ってやらせてもらいます。はい、わかりました、お願いします。じゃあ早速いきます、はい。マレフィセントは23個消さないとスキルが出ないということなんですが、そうです、結構せいし、最初のスキル発動までには時間を要しますね。23個。あ、でツムのスキルは、まあ、消した周りが消えるって感じですよね。そう、爆発してくれるんで、まあ、すごく難しくて、次になぞろうと考えてるとこまでもこう爆発してしまうので、あ、ぶっつけ本番みたいな感じがあるんですね。そういうのもありますね、実際。ちなみにマレフィセントの時ってこのボムがいっぱい出やすいと思うんですけど、うん、もう出たらもうバンバン消しちゃった方がいいんですかね。いや、っていうより、うん、まあ、これは僕がなんやけど、うん、スキル発動中に、うん、2回こするうちに必ずこのボムを使って、ボムキャンセルをしますね。っていうのは結局ボムが溜まりすぎても、あまり、盤面的な環境も良くないし、ボムキャンセルすることで、次の盤面のなぞり出しの環境もすぐに、把握ができます。へえ、なるほど、すごい。ちなみにですけども、この今いる全員ツム、はい、見やすいですか？見にくくはないですね。でも結構配色が、まあ、でもこの赤いやつは、まあ、見やすい。僕は好きですね。緑でアリスかな。こいつはちょっと見にくいっちゃ見にくい。そうですよね、ちょっと見にくいなって思っちゃいました。すごいですね。マレフィセントと赤の なんだっけなセバスチャンかな、はいはいはい、キャラクターすごいなんか見やすい感じがしますけど、うん、配色的にはバランスはすごくいいかなと。でマレフィセントはあのスキル溜まったらすぐ使う感じですよね。まああえて言うならフィーバー中の方がもちろんいいんやけど、そのために時間を費やすぐらいなら、もうスキル発動してしもてもいいかなと。で基本やっぱそのスキルループ、スキルが終わった頃にはもうスキルが溜まってる、左下のゲージが溜まってる状況っていうのがやっぱ望ましいから、もうそうなったら次にまたフィーバーを、スキルが終わればすぐにまたスキル発動、それを常に繰り返すことで点数っていうのも上がっていく、これはスキルを常に使える状態にするみたいなのが理想なのですかね。そういうことですね。セシア、あのなるべくスキル発動中に量産消すことで、そこでもうマレフィセントの、必要個数23個もやっぱりクリアできてるっていう状態かな。なるほど、はい、まあちょっとしっかり説明してもらって、はい、もうぜひ本番を、まああの今回これでも1000万点出たし、まあ、すごいですよ。もうちょっと上げてみたいと。おお、1000万点を上げる、もうだから考えられないんですよ、すごすぎる。あ、まあ、EXP 以外は全部使うということで、はい、いきます。はい、それではお好きなタイミングでよろしくお願いします、
今回私がまたちょっとした情報を出していこうかな。スキルの初期効果時間ですね、レベル1の時は3秒ぐらいです。まあ、ちょっと私もさっき急いでメモしてきたからちょっとあれですけど、ちゃんと下にテロップ入れてもらいますね。3秒ぐらい、うん、でスキル最大、まあ、マックスになったら6秒間このマルチセントのスキルが使えます。で初期積むのスコアは70レベルです。最大積むスコア805ぐらいですね。でスキル発動に必要な積む消しの数は23個となっております。結構いいんですよね。おでどんどん消していきますね。早いよ。やっぱりもうスキルすぐ使ってる感じですね。時間がな減らないな。あれこれ、まあ、結局これもタイムボムが結構どんだけ出てくれるかが鍵にはなるのかな。マレフィセントでもできるんですね、50分ぐらいのプレイは。いやそれはちょっとやっぱさすがに無理かな。やっぱスキル発動するだけで、ピグレットは時間が増えるから、そこの4秒もやっぱ大きくて、うんうん、すごいな。それでももう私だったら終わってますよ。もう終わってるのに、うん、今回は緑、茶色、水色でマルチセントの黒っぽい、黒色っぽいですね。カモフのような感じしますよ。いいですね、どんどん消して。コインとかが多いんですかね。あ、タイムもあった、スコアもあるし。一応まあタイムボムやっぱ狙いに行くので、うん、3つもぐらいなぞればだいたい爆発で巻き込んでちょうどタイムボムが出やすい感じのチームスになるのかな。でもマレフィセントのスキルは結構じゃ強力なスキルって感じなんですかね。そうですね、まあ、強いけど扱いはすごくにくいので慣れるまでは、まあ、そうですよね。23個消さないと発動はできないですもんね。難しい。終わってしまった。おお。さ、すごいな。まあ実際僕あんまり得意じゃないのでマルチセントは。あ、そうなんですか。いやあ、さっきよりかなんとか伸びましたね。スコアを出せてよかったです。すごい。いや、よかった。手に汗握る。はい、手に汗握る勝負でした、はい、試合でした。いやまあでもすごいですね。しかもコインとか6000。そうですね、これもあのプラスコインの影響がちょろっと出てくれてるので恩恵があるんですね。まあ、アイテム使っても損はしないよと。これぐらいの点数を出せばコインもついてきている。なるほど、はい。まあ、今回はマレフィセントの攻略をしていきました、はい。皆さん役に立ちましたかね。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。